スコルニスキは、ケルト系古代民族の一つで、ローマ族州のパンノニアからも、エシアにかけて、現在のセルビアのサバ川が、ドナウ川に合流する地点やクロアチアのドラーバ川が、ドナウ川と合流する地点などに居住していた。特に紀元前3世紀初めから、紀元前後まで歴史に名を残している。最盛期には、現在のオーストリア、クロアチア、ハンガリー、セルビア、 スロベニア、スロバキア、ボスニア、ヘルツェゴビナにまたがる領域をハントとしていた。スコルディスキという名称は、イリュリアとパイオニア王国の間にあった、スコージューズと呼ばれた山と関係する、可能性がある。スコルディスキの民族系統は、今も歴史学者の議論の一つとなっている。ケルト人、トラキア人、イリュリア人、あるいはこれら民族とケルト人の根結といった説がある。イリュリア、 トラキア、ダキアの歴史上で何度かスコルディスキの名が登場しており、時には、王、スコルディスキと小スコルディスキのような複数グループに分裂していることもあった。アンドラス・マキシーは、スコルディスキの民族的性格を明らかにし、本来は、ケルト人ではないが、ケルト的政治体制を採用していたと示唆している。紀元前278年以降、 バルカン半島へのケルト人進出で生き残った少数のケルト人が上実した地域の支配階級として定住し民族が形成された。数に勝る原住民に比較的早期に吸収されたとみられるが、ケルト的な民族名はイリュリア語化したスコーゲスキとなって残り、紀元前2世紀によく使われている。固有名詞学的研究によれば、モラバ川の東に定住したスコロディスキは、 ドラキア化している。現地生産されたら、テーヌ文化に属する工芸品が出土しており、特にパンノニアやもエシア北部に多く、ケルト人の定住と文化的交流の濃さを示している。しかし、サバ川より南からはそのような出土品はあまり見つかっていない。紀元前50年頃のバルカンにおけるケルト系民族の分布ギリシアからは排斥されたにもかかわらず、 バルカンにおけるケルト人は根絶されたわけではなかった。紀元前278年に形成された後、しばらくの間は、スコルディスキについてほとんど何も記録されていない。アンティゴノス朝マケドニアの前世紀の頃、スコルディスキはパンノニアを中心とした地域の支配を確立することに注力していた。パンノニアの諸民族を支配下に収め、年貢を収めさせるようになり、 バルカン中央部で最も強大な民族となって、シンギドゥヌムとタウルヌムに要塞を築いた。ローマによるセゲスティカ包囲攻撃でパンノニアがローマの支配下に入り、スコルディスキの支配地域はダルマチャとパンノニア南西部に縮小した。アレクサンドロス3世の死後のディアドコイ戦争に続く戦乱も重なって、スコルディスキは南方に注意を向けるようになった。スコルディスキは モエシアで、ダルダニア人、西部トラキア人、パイオニア人といった民族を征服した。紀元前141年以降、スコルディスキは、ローマの支配下に入ったマケドニア族州と定期的に戦うようになった。紀元前135年、スコルディスキは、トラキアでコスコニュースに敗れた。テッサロニキ付近で見つかった石碑によると、後の三党政治で一角を占めた。 グナエウス・ポンペイウスの祖父と思われるセクストス・ポンペイウスが紀元前118年にストービでスコルディスキと戦い戦死した。紀元前114年、セルビア西部の山岳地帯でガイウス・ポルキウスカとの軍が奇襲され壊滅した。紀元前107年にはミヌシウス・ルフスがスコルディスキを破っている。 紀元前119年には、試作の二度目の包囲攻撃を行った記録があり、スコルディスキは、パンノニアの派遣をまだ諦めていなかったことがわかる。スコルディスキは、しばしば侵略を繰り返し、マケドニア属州のローマ人主敗者にとって、頭痛の種だった。デルポイまで侵入し、神殿から略奪したこともある。しかし、紀元前88年、ルキウス・コルネリウス・スキピオ・アシアティックスがついに、 スコルディスキに勝ち、ドナウ川の北に彼らを追いやった。その後スコルディスキの勢力は急速に衰えた。これは、ローマによる遠征の結果というよりも、スコルディスキに支配されていた核部族が力をつけ、スコルディスキから独立した結果だった。紀元前56年から紀元前50年にかけて、ダキア人の王ブレビスタがスコルディスキを破り、支配下に置いた。 紀元前15年、ティベリウスが彼らを撃破し、ローマに従わせ、傭兵として役目を果たさせるようになった。別の文献によれば、紀元前15年のティベリウスのアルプス遠征の後、シルミウムでスコルディスキとの同盟が成立し、パンノニア兵定に協力したという、トライアヌステージ成果で彼らはローマ市民権を得るようになった。ローマ化の進行とともに、 彼らの政治的独立性は失われていった。ありがとうございます。